都知事言ったらいいじゃないですか。もう無観客以外考えられないとかね。あなたの夢を叶えませんか。はい、皆さんこんにちは、桑原でございます、今日はですね、皆さんに、このコロナ禍、人の心ってどん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 離れていく場合もあり、あるいは離れないにしてもちょっとした課題で、様々な問題を共有できなかったり、あるいは休業だのなんだのでですね、人と人との心が離れてしまったり言ったことが多々あると思います。マスク外します。それではですね、オリンピックについて少し話をさせていただきたいなと思います。皆さんどうですか、オリンピックね。えもうやるかやらないかっていう議論ではもうなくなりましたね。やるのはもうほぼ確実ですね。じゃあ今度は次は何かというと、今度は無観客なのか観客を入れるのか、このことが今話題になっていると思います。なんで決めないんですかね。そして何を怖がってるんですかね。そして何を聞こうとしてるんですかね。僕はこれは今回のコロナの一連のこの緊急事態に至る経緯も見て、やっぱり何も変わってないですね。何も変わってない。僕はこの以前、菅総理頑張れっていうあのタイトルで話をさせていただいたんです。あの時は今敵はコロナだよ、敵はコロナなんだから、誰がいいとかあの組織が悪いとか何党がいいとか、そんなことでごちゃ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 足引っ張ってやってる場合じゃないよ。今こそ対コロナに対して日本という国が、あるいは世界が、ね、一致団結して戦わなきゃいけない時でしょ。それなのに政府の足引っ張ったり、医師会も好きなこと言ったり、自分たちが何していくか分かってるのかっていうことを言わせてもらいました。だから今はそんなこと言ってる場合じゃなく、一緒にコロナに対して解決していくための手を打ってこよう、ね、こんなことを言ってます。だから今は総理が本当にリーダーシップ取って頑張ってやってほしいということでね、頑張れって言ってたんです。ただ今回も全然変わんないですね。でも多くの国民、まあ言ってみれば世論はですね、もう無観客が当たり前じゃないの、みんなそう思ってるでしょ。だったらね、それをもし聞いてるんだったら決めればいいんですよ。何を怖がってるんですかね。別にそれによるチケットの販売額うんぬん、でもそうでもないんですよきっと。多分そんなことでもないだと思うんですね。だから僕はそれがわからないんです。で結果どこを向いて何を聞いて誰に聞いて、そしてどう判断して決めていくのか。もうこれだってもう皆さん、一般の人、もしチケット当たってる人がいればですよ、もうスケジュール決まってますよね。決まってるし、自分の会社のスケジュールも含めて全部決めてるはずですよね。これいつ決めるんですか。多分明日7月の8日ね、マンボウ延期か延長、まあ間違いないでしょ。あるいは緊急事態なのか、あるいはアルコール売るのか売らないのか、こんなことまで含めてどの地域やるのか、それが決まるのが多分明日でしょ。そうするとそれを受けてその後なんですよね。そうするともう開幕すぐじゃないですかね。えそんなみんなに迷惑かけることをこの後に及んで、そしてみんながもう思ってること、しかも東京オリンピックですよ。そして東京の感染者これだけ増えてるじゃないですか。もう決断できると思うんですね。そうすると多分いや自分だけでは決められない、もちろん総理一人では決められないでしょう。ただそうは言ってもですね、じゃあ東京都なの、あるいは IOC なのね、分かりますよ、決定はこっちだ、ね、でももう開催国としてもう判断しなきゃいけないし、で党もそうですよね。僕はね本当に思いますが、都知事言ったらいいじゃないですか、もう無観客以外考えられないとかね。そしてもっとメッセージ発してもう決めましょうよ。多分それが国民が今一番望んでることだと思うんです。どっちでもいいから早く決めてくれよと。それによってみんなが右往左往するだけですよ。この後引き延ばしたってどうせ結論変わんないですよ。でそして一方で、ね、どうでしょう、専門家委員会、
なんでもっと政府とガンガンやって事前にしっかりとやらないんですか。どん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 いろんな情報だけ出していったらもっと国民混乱するじゃないですか。どうしていいか分かんなくなるじゃないですか。もっとしっかりとコンセンサス取ってくださいよ。そして一本化してくださいよ。そして早く判断してください。でとにかくこのオリンピックもこの今の現状を見てください。誰もリーダーシップ取ってないというのがよく分かる。そして相変わらず決めない。相変わらず誰の意見聞いてるのか分からない。でどこ向いてるんですかこの国はって思ってしまう。これは僕だけじゃなくて多分大多数の皆さんが同じようにこれは不満と、ね、不満として持っているんだと思います。で僕はこのオリンピックについてこれは一つの事例ですね。あるいは今後のワクチンについてこの後出るでしょう。でもこれだってどうなってるか、あるいはどうしたいのか、もっともっとはっきりいろんなメッセージを出さないと伝わっていかないですよね。どんなにメッセージ出したって伝わらないって言われるんですから。だからもっとはっきりしたことをもっと繰り返し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 いろんな場面場面場面でメッセージを発しない限りこの問題は解決しないんだろうなと思います。オリンピック開催はもう覆らないでしょう。そしてそこまではみんな OK ですよ。ただこの後のこと、ね、無観客にするのかどうするかもう決めてメッセージ出して、そして今度それに向かって一生懸命やっていくと、その中でさらに感染対策練っていくと言ったように、これ会社の経営も全く一緒だと思うんですね。要するに方針しっかり決めてどの方向行くのか決めて、そして目標とする KPI になる数字を決めて、そしてあとは PDC でしっかり回していく。これをやらないともう不安だけをこう煽ってしまったり、不満だけをこうね助長してしまったり、良くないことになっているのがすごくすごく心配です。でもまだ間に合いますよ、ね、本当に頑張ってもらいたいと思うし、どっちにしても今度は選挙があるじゃないですか、ね、選挙があります。今度は国民の皆さん、僕も含めた国民の皆さんがその答えを出す番だと思うんですね。どこの党がいいとか分かりませんよ、分からないけれども、もう今国民の大多数の皆さんは、選挙権持っている大多数の方はもうそんなことをしっかり考えながら、今回のオリンピックという一つの事例に対して、これはもう要するに会社でいうと社長ですよね、それを決める選挙だというふうに思うんです。ぜひ僕も含めてしっかりとこの今のこの日本の混乱ぶり、これを見て、そして今後どうすべきか、この辺を一人一人が自分で考えて、人の意見に惑わされず自分で考えて、そして、行動に移すことだと思います。行動に移すというのはやはり僕たちは選挙民として一票持ってますからね、これをしっかりと責任と権限において使うだというふうに思います。皆さんもですね、怒りもそして今後どうするかも、我々がどうするかっていうとやっぱり選挙なんですよね。そこの選挙ということを通じて、本当に自分の不満だけではなくて、だったら自分のできる行動ってまずそこだと思いますので、そんなことを考えながら、我々も我々っていうのは皆さんと一緒に一緒にですね、この何でしょうね、日本を良くしたいと思いながら、そのためにできるまず今の行動、それは選挙に行くことだというふうに思います。よろしくお願いします。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3参加したスタッフはその場でやる気になります。4歴史を読み解きます。5 3000店舗の現場を見てきた経験があります。6 YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8コラボレーションができるか模索ができます。9タイムリーな情報交換ができます。10
飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売上を上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。